て、やっぱり地元の若いやつらとか同年代のやつらにつまんねえつまんねえ言ってんじゃなくて、もっと自分たちで楽しい地元を作ってこうぜっていうことをずっとずっと啓発していきたいと思ってます。そのために自分がやれる楽しいってことはここでやり遂げていけたらいいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。